What's going on, everybody? It's the Beastly Gamer here, playing some Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution on the PlayStation 3. If you're like me and you're a big Naruto fan, this video is going to be awesome for you. They have a mode in this game called Ninja Escapades, which allows you to play certain parts of the anime which were previously unreleased. Now, the animation is actually done better than it is in the real anime. Of course, it carries the same voice actors and talents. But the Ninja Escapades are really awesome. It does have a little bit of gameplay in between some of the cutscenes, but for the most part, these are unreleased episodes in the Naruto universe that tell backstory of things that are pretty important to Naruto fans. So if you're a Naruto fan like myself, hit that thumbs up button and show some support. And if you're new to my channel, hit that subscribe button. I'm the Beastly Gamer, and let's get to the good stuff. 光が当たるところには必ず影がある。勝者という概念がある以上、敗者は同じくして存在する。これらは因果関係であり、切り離すことはできない。だが勝者だけの世界、平和だけの世界、 愛だけの世界、それらだけの世界を作ることはできる。我々に協力すれば、その在り方を知ることができる。ついに宿願なるか。 もろもろと手回しした甲斐があった。これまで長く時間がかかったが、これで雨隠れの内戦は終わり。あとは平定に向け適当に環境を作っていけばいい。さて次は俺の宿願がなるよ。お前たちに協力してもらう、そういう約束だったな。分かっている。具体的には何をすればいい？まずはメンバーだ。 暁として活動するため、メンバーを集める。数はそうだな、俺を外して10名といったところだ。すでに暁にはお前とコナン、そして絶の3人がいる。残りの7名を集める。なぜお前は入らない？俺は裏でいろいろあるのでな。時が来れば暁に加わるが、それまでのリーダーは お前がやれ。分かった。元よりお前の計画は俺のもう一つの宿願でもある。<笑>それで他のメンバーはどうするの？ある程度こちらで目星はつけている。脆弱な輩に入られても困るからな。どこの誰？今目星をつけているのは3名。滝隠れの禁術を盗み、 父として生きる忍び、覚悟。砂の抜け人で、傀儡の天才、サソリ。そして最後の一人は、俺に近しい存在。そいつは俺が連れてこよう。案内は、絶にさせる。お前たちはそれぞれにコンタクトを取り、メンバーに招き入れろ。さあ、動け。我らの待望のため。 <笑>このレベルでは大した金にならないな。めちゃくちゃだな。なんだお前たちは。 不死の忍び、核。お前を暁へと迎え入れる。暁？本当の平和を作り出すための組織だよ。<笑>そんな組織などどうでもいい。
今俺が興味あるのは金だけだ。興味あるなしは関係ない。お前はただ暁に入ればいい。ずいぶんな物言いだな。どうやら力の差もわからぬ愚か者のようだ。お前は金にならなそうだが、少々口が過ぎた。俺と戦うか。それもいいだろう。俺が勝ったら、お前を暁に連れて行く。こいつ。来い。戦闘開始。神の力を、そしておのの。どうやら、ただの神器ではないよ。うん、やつ。普通のものではない。シャリンガンは寒いか。暁に協力しろ。それがお前の生きる唯一の道だ。諦めろ。なさろ。シンガンフェイス。痛みを知れ。遅い。どうだ。お前の力はこの程度ではないだろう。もうだ。朝原君と共に。お前の力は暁でこそ生かすことができる。俺と共に来い。もはや勝負は決した。諦めろ。この俺に勝利する夢でも見た。勝者。勝負あり。これが結果だ。英語を生きるお前でも神には勝てない。お前の負けだ。この力一体。俺はこの世を正す神。来い。悠久の時を生きるお前に居場所を与えてやる。お前ほどの者が属する組織なら、名のある賞金首と戦う機会も少なくないだろう。暁、どうやらことのほか金の匂いがする組織のようだな。決まりだね。目的は達した。戻るぞ。しけた里だった。素材として使えそうなのがほとんど嫌がらねえ。次は当たりだといいが。風の国に点在する忍び里がたった一夜で潰される事件を何度か耳にした。あなたの仕業だったのね、赤砂のサソリ。なんだ、てめえは。あなたを暁に誘いに来た。暁？聞いたことねえわ。これからの活動にあなたの力が必要。私たちに力を貸しなさい。随分と上からの物言いじゃねえか。暁は抜け人のあなたを守る場所と考える。
仕事さえしてくれれば、あとは何をしてもお咎めはない。なるほど。悪い話じゃない。悪い話じゃないな。何をする気？会いに来て、自分の身は自分で守れるってな。どうやら俺はついている。さっきの里にはがっかりしたが、今こうして俺の前になかなかの素材が現れてくれた。喜べ。お前は三代目レベルのコレクションにしている。実力で連れていく。なかなか興味深いな。お前、徹底的に調べてやる。